当の乙女 JS101 はジャン・シベリウスが完成させた唯一のオペラ。スウェーデン語のリブレットはラファエル・ハル・ツバリによる。初演は1896年11月7日にヘルシンキフィルハーモニー協会の基金立ち上げ教授の一環として演奏開業形式にて行われた。以来3回の上演が行われたところでシベリウスが曲を手直ししたいとして、 作品を引き上げてしまう。しかし、彼が改訂作業を行うことはなく、曲は1981年にフィンランドのラジオで放送されるまで聴かれないままとなってしまっていた。作品が不成功に終わった原因は、リブレットの弱さにあるとされており、スティーブン・ウォルシュは正規のない混ぜ物だと評している。音楽には、リハルト・アーグナーの影響が見られる部分もある。 オペラは一幕八場から構成され、演奏時間は約三十五から四十分である。時代は中世。土地管理人に言い寄られた乙女がこれを拒絶すると、彼は乙女をさらって、自らの城に遊兵してしまう。彼女はどうにか危機を恋人に伝える。彼が乙女を解放するため決闘を挑もうと準備をしていると、女上司が到着して、土地管理人を捕らえる。乙女と、 恋人は再会を果たし、オペラは総じて喜ばしく終了する。ありがとうございます。